This fellow was still hibernating, torpid as they say. Buck says clock disruption reports in geologist John Watson's article, Tuned Torpid Toads Tell Tellurian Truth. Now available on my website with much, much more to the subject of torpid toads that I didn't get into. So just you know a bunch of kind of um, torpid bear fat if it's alive is still making enough temperature Moment, it's a kind of torpid lethargic uh, the lack of consciousness the lack the lack of any everything his faculties are dormant let's let... they require frequent feeding while active during the day and become torpid at night to conserve energy Answers of this statement also escape the torpid thought processes stirring in the sludge between your ears これは2万60005レベルで2万60005レベルのこの単語はみんなの大好きなこの単語帳に載ってますとねえ <laughs> どうせ好きでしょあなた方こういうのねえ何難関語いみたいなねえ ああ一流メディアああアカデミックああああネイティブ知識人みたいなねっていうか多分あなた方これ持ってますよねきっとね、はあ、でこれをどうせね、あのー、スタバでねひけらかしてんでしょどうせもうこんなねこんな見た目なんかもねスタバでひけらかすために作られた単語帳と言っていいですよこんなんね、はあ、究極のうわ究極のプレミアムね で、ちなみにこんなんね、もう語源調べても役に立ちませんから、こんなもん。もう覚え方はね、もうシンプルにこれでいいでしょう。おばかたこ、トーピットキューピット。無気力なキューピット。ええー、<laughs> つって。こんなもん作るの大変なんだぞ、こんなの。えー、わざわざね、こう無気力な、無気力な天使っぽいやつ探そうっつって探してきて。うーん。あ、これちょうどいいかも、みたいな。 で、これに、このキューピットにちょうどよく当てはまるような絵面をまた探してきてね、あっつって、あ、いいのあったっつって、でわざわざそれをこう反転してね、うん、こっち側に女の人にしてね、うん、こっち側に合わせてね、うん、超めんどくさいざますよ、こんなのね、うん。けどまあ、無気力なキューピットって感じにするでしょ、うん。無気力なキューピットのおかげで、この女の人がだらけてるのか、あるいはこの女の人がだらけてるから、 ももううキューピッドもだらけちゃうのか、うん、どっちでしょうね、うん、どっちどっちか答えるまでも <laughs> 次進めないよ。どっち <laughs> ねえどっちか答えるまでもお前音声出さないでお前 <laughs>。私はね、無気力感を足すためにこうやってほら、キューピッドにーハイ持たせてんですよ、私は。えー、すげえ芸が細かいじゃないですか、これ。<laughs> しかもなんかこの <laughs> チューハイを見つめてる感じ <laughs> ねわざわざこんなやって。トーピットキーッド。トーピットキューットーピットキッド。トーピットド。ピットキューピットド。トーピットード。ピットキューッピットキード。トーピットード。ピットキューペッド。トーピットキューペド。トーピットキューペッド。トーピットキューッド。トーピットキューペトーピットキュてペッド。トーピットーピットーピッドキューペッドトーピッキュ けどまあこうやって使ってるわけですよ、トーピットってねこれな。んて書いてあるよこれ。マーケットハックスターセールモ l ク o o c h for use as watchdogs. Of course, that's all Molochs do sit around and watch.、えー、日本語訳は、えー、市場の業種にはモ o クを番犬として、えー、なんだこれ縁日縁日に出している。もちろんモ o クにできるのは、えー、ぼんやり ああ、ちょっと字潰れてわかんないね。うん、ぼんやり見張ることだけだっつってね。うーん、よくわかんないよ、みたいな。なにこれ、みたいなね。うん、でもなんか、これ、これ顔かぼんやりしてる感じするうん、よくわかんないけど。でもね、こんなんね、向こうの小学生とかがどうせこれで遊ぶんでしょうん、じゃあトーピット知ってなきゃまずいでしょうよ。あ、小学生は遊ばないのかこれ。 でも俺マジック・ザ・ギャザリングが流行ったのは小学校だったけどねなんかクラスでもね二軍みたいなやつはなんかポケモンカードとかね遊戯王とかやっててでクラスでも一軍のやつはこのマジック・ザ・ギャザリングをやるっていうね、うん、マジック・ザ・ギャザリングの方がほら大人っぽいから、うん、そういう小学生でしたみたいなね遊戯王カードとかポケモンカードとかダサくねとか言いながらね、うん、こういうのをの。 買い漁ってましたよでね大体ねこの遊戯王とかポケモンカードをやってる2軍チームはですねなんか年下とつるむんだよねうん、なんか小6なのになんか小2と遊んだりするんだよねうわダッサとか思いながらねあのこういうの買い漁ってましたよもうこんなね丁寧にねこういうカードでも使ってるよなんつってんのになんか最近もうさなんつうの 英検のなんか試験が終わったからっつってさ、もう、なんか、ドブみたいな再生数になんか、ドブ差がなんか輪をかけてドブになってんだけど、これ。えどうなってんのこれ。だいたいさ、なんていうかな、あの、半年前とさ、対してさ、この、なんていうの再生数が変わってないっつうのがまた腹が立つよね。うーん。もっとなんかこうさ、アベレージ1000とかいかないわけ うーん、みたいなね。ま、あ行くわけないか。うん、そもそも英検一を受ける人がね、毎回のテストで1万人だもんね、うん。マックスのパイが1万人だもん。そんな繊細性とか行くわけないじゃん、こんなもん。ああ、ああ、つって。ね。もう私がトーピットになっちゃう。ね。ああ、もうダメだー、つってね。 でもまあ似たような単語でね、トーピードっていうのもあるしね、うん、私このトーピード作ってますよ。アトルネード・オブ・トーピードスってね。うん、だからこの、なんつうの、このトーピードを使って、えー、無気力なやつに魚雷を打ち込むとかね、他動詞もあるらしいですからね。うん、トーピード、トーピットマンとかね、うん、それでもいいかもしれないね。 っていうかもっとシンプルにトーピッドトード糖度でもいいかもしんないね。島民中のカエルっつってね。もう自家撮りでエコノミストからね。もうおしゃれな分探しましょうよみんなでね。うん、Faced with torpid economy つかね。えー、It's torpid it economy ground to とかね。He can relieve the torpid economy。Torpid、う、economy、ん、ってなんかおしゃれですね。使い方がね。Handling of the torpid economy.His g r e a t e s t challenges are a torpid economy. グラベストもうんやねんっつってなんやねんっつってグラベストまた分かんないの出てきちゃったみたいな <laughs> もういちいち調べんのかよこれグレイブで厳粛な重々しいグレイブグレイブお墓だと思ったら同じスペルで全然違うやつがあるシリーズだねうんこういうのってあの見落とすよねあとなんだトーピットシビルサービスとかあるよ overseeing topit market housing a the economy とか the was とかか was ねもういっぱい出てくるよこんなの。The others have suffered torpid economic growth とかね。うん、in the past decade。いっぱい出てくるんじゃんこんな。もう今んとこね、俺だけやぞこんなの。torpid サイトエコノミスト i s t c o m ってやればこういうのいっぱい出てきますよつって。なんでこういう風に調べないかね。ちまたのやからはね。 謎ですよね。もう、ちのやからなんかもう結局さ、やることはさ、あの、なんつうの説教垂れるだけでしょう <laughs> こんなんね、ね。ちょっと、ライバル探そうぜ、またライバル。うん最近、最近出てきた人最近で、ああ、この人もね。うん。でも、ちょっとなんかあれだね、あの、怖いよね。あの、なんつうのこの、後ろ、後ろの歯。 後ろの背景がちょっと怖いよね。うん、ほ、他の人いないかね。あちょうどいい感じの。あ、この人ね。この人はあの、サムネとか頑張ってね。もうほんとね、勘弁してほしいですよ。最近全然伸びないから。もうちょっと愚痴聞いて。もうこんなの。全然伸びないんだ、こんなのね。もう、相変わらず。<laughs> どうせみ、 どうせパンピーはこんなんクリックすんだろおいーつって <laughs>。こんなんね <laughs>。こんなんやってもちゃんと覚えたのみたいな感じだよね、うんうんむず。難しい単語いっぱいですね、森哲先生。みたいなことでしょ、うんちゃん。俺の動画見ろよ、カース。ああ、きせ。ああ、もうきせ。お前、ここなんか、お前、お前、パスタマスターコースって金取ってんじゃねえかよ、お前。えー、あ、金取ると言えばあれだね。あのー、なんつーの とうとう、とうとうあれだね。あの、この、なんつっかな。なんだっけ、この人。あ、一野瀬先生もあれだね。あの、A 作文見たければメンバー A みたいなことしてるね。あやっぱそうじゃないときついのかな。あうん、無理ですよ、こんなの。ねうん、でもまああれかな。うんやっぱりこういう <laughs> ね。ねえ。え、英検ママ。 英検ママよりはまだマシかな英検、うんえー、ママ、英、え、検、ー、ママちょっと、サムネが下品ですね, <laughs> ねえ。こ、こんだけ出して13、131とかね、きついですよ、これは、もう本当に <laughs>。なんでみ、なんで水着である必要性があるの、これ <laughs>。 またこれまたね、わざわざ公立小学校っつってね、ここ,ここをね、ことさらに強調してね、あれみたいな。公立小学校でも食いつかないか、しょうがないっつってね。もう、お母さん人肌脱ぐよ、みたいなことでしょ。もう、きついですよ、y o u t u b e も。だって。 この人もね、この人もまあ再生されないのに頑張ってるな、っつってね、頑張れ頑張れとか思ってたけど、とうとうこの人もあれですよ、あの、力つきましたよ <laughs>。ねえ、さらに私があの、ショックだってことはね、とうとうあの、私の尊敬するね、メンタルモンスターこと、マちゃん先生が、ね、大事なお知らせです、つってね <laughs>。 ととうとう世界史やめようかと思います」とか言って「もうでも見てくれる人がいたら続けます」っつってねとうとうメンタルお化けのメンタルが折れてしまったっていうねでしかも大事なお知らせですっつってねうんこうやってちょっとやめようかなっつってこの15分でわかる世界史シリーズちょっとお休みしようかなっつって でも一人でもあのやってほしいっていう声があったら続けますって言ってんのにねあのー、コメントがないっていうね <laughs> そしてなおかつ3360人いるのにどうしたっていうねもうきついですよえー、うん、トーペットキューペットトーペットキューペットトーペットキューペットガイオのリンクから例文をチェックしようユーグリッシュとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ再生リストから復習もしてね